ではお待ちかね、期末試験の内容を発表する。はいはい、静かに。今回の試験のポイントは、いかに短期間で指定のものを作れるか。そこで、明日の夕方までに食物繊維を作ってくること。明日までですか？無理だよ。そんなに喜んでもらえると先生も嬉しいな。ということで今日は解散。みんな頑張ってね。私、図書室で調べてくる。ベン君は先にアトリエに行ってて。うん、分かった。アトリエにある材料だけでも大丈夫？材料はハウレンソウとゴボウストレートと清水だって。それなら簡単じゃん。なあ、心配して損した。でもハウレンソウの代わりにポッフェンを使うと品質の高いものができるんだって。ポッフェン？うん、この学園だと高台に一本だけ生えている木から採取できるらしいんだけど。時間もないし、そこまでしなくていいんじゃない？バカ者！また出てきた！あり合わせで作ろうなど言語道断！最高を求めずして何が錬金術師か！それはそうだけどさ。軟着者め、ならばホフェンを取ってくるまでこの錬金釜は使用禁止だ。そんな、困りますよ。他に作りたいものもあるのに。使いたければさっさとホフェンを取ってこい。むちゃくちゃだ。何か必要？目的は同じみたいだな。うん、ずるい。上級生に手伝ってもらってる。可愛い後輩を手伝うのは当然でしょ。あなたたちの先輩が冷たいだけよ。それは確かに。急ぎましょう。こんな連中に付き合ってる暇はありません。私たちも行こう。
このままあいつらと材料山分けってのも面白くないな。よし。おい、ロックス。しばらくあいつらを足止めしておけ。足止めですか？あいつらが嫌いなんだろ？せっかくだ。少し痛めつけてやればいい。別に好きでも嫌いでもありませんよ。先輩の命令では仕方ないですね。そういうことにしといてやる。それじゃ任せたぞ。あんたすっごい悪い顔してるよ。うるさい。何してんの？あの二人は？何？少しばかり君たちを痛めつけなくてはならない。先輩の命令なんでね。そんな！やめようよ、こんな。君たちの実力がどれほどなのか見てみたい気持ちもあるしな。いい加減にしてよ。そんなのに付き合ってるほど暇じゃないわよ。そっちにその気がないなら一方的にやらせてもらう。危ない、下がって。
うなこと言ってたけど、その程度？そっちは三人がかりだろう。それに目的は達成できた。あ、そうだった。早く材料を。急ごう。こうも違うのか。マナを持っているだけで。くそ。ここまで来たのに。ごめんね。私は止めたんだけど。これは。やあ、時間稼ぎご苦労さん。ほら、お前の材料だ。先輩がこれを。見ろよ、あいつらの顔。胸がスカッとしたぜ。ここまでする必要あったの？いや、これは。植物にだって命はあるんだよ。絶対に許せない。こんな。さすがに私もいい気はしないわね。早めに帰りましょう。そうだね。ロクシス、戻って調合だ。確かに最低だな。返す言葉もない。帰ろっか。もう試験なんてどうでもよくなっちゃった。そうだね。ここにいてもしょうがないし。ここま、救いがたいな。錬金術師って連中はみんながそうってわけじゃないと思うけど、俺の知ってる錬金術師はろくでもないやつばっかりさ。この木もうダメなのかな。おそらくな。
できることなら救ってやりたいが。そうだね、もしできるなら。遅いよ。どうしたの？そんなに慌てて。知らないの？直接行った方が早いって。行くよベイ。行くってどこへ？昨日の木のところ。ほら急いで。学校中この話で持ちきりだよ。でもどうして？さあ、先生の誰かがこっそり直したんじゃない？すごい、そんなことできるんだ。それよりほら、私たちも材料取ってこ。うん、夕方までには間に合うね。出して。この子マナ？なんて言ってるんだろう。そう、すごく内気な子なんだね。お礼言ってるみたいだよ。ニケちゃん、この子の言葉わかるの？なんとなく。別に僕たちが直したわけじゃないけど。うん、だからあんたも気にしなくていいよ。え、だからいいって言ってるのに。今度はなんで？俺に一緒に来たいって。一緒に？ニケちゃん、マナと契約してないでしょ？え？うち？うん、私とベイン君はもうマナがいるし。そっか。あんたはうちでいいの？わかった、それじゃあよろしく。時間だ、急がないと。早く先生のとこに持ってこ。よかったね、間に
に合って。うん、品質も悪くないって先生褒めてくれたし、一時はどうなることかと思ったけどね。何よ、何か言ったらどう？試験は終わったのか？たった今提出してきたわよ。残念だったわね。昨日のことは本意じゃない。まさか先輩があんな。何よそれ、自分だけ悪くないとか言うつもり？ニケちゃん落ち着いて。せっかく試験終わっていい気分だったのに、ま、台無し。行こう行こう。メイン。え？昨日の件は詫びておく。すまなかった。そんな、僕に謝られても。だが、はっきり言っておく。私は君が嫌いだ。なんでだろう。嫌われるようなことしたのかな。さあな、人間の考えることはよくわからん。ロクシス、なんで僕のこと嫌ってるんだろう。わからないといえばもう一つ、あの燃やされた木のことも。ダメだ、疲れてて頭が回らない。入学してから毎日騒ぎが起きてるし、来週からはしばらく学校も休みだし、ゆっくりできるといいな。なんだ、疲れたのか？頑張れ。もうすぐ村が見えてくるはずだ。子猫のお前には辛い旅かもしれないな。でもま、我慢してくれ。私は少しでも多くの人のためにこの錬金術を使いたいんだ。そのためにあの窮屈な研究室から出てきたんだからな。すっかり遅くなっちゃった。なんで夜の学校ってこんなに怖いんだろう。昼間は全然平気なのに。こんな時間に何をしているの？誰？ダメよ。早く帰らないと。他に行くところもないしね。あー、せっかく夏休みなのに、なんで学校にいなくちゃいけないのよ。しょうがないよ、規則なんだし。むやみに錬金術の知識が広まらないように、卒業まで学園から出られないんだよね。知ってるけど、それでも退屈なの。そんなに退屈なら宿題でもやろうよ。何言ってんの。夏休みの宿題は最終日にまとめてやるものなの。でも宿題の量も多いし、最終日だけじゃ終わらないんじゃないかな。そうだよね、やっぱり毎日コツコツやらないと。二人とも真面目ね。ゴロゴロしてるよりはマシか。